こんにちは。NFT ゲーマースプランです。さて今日はですね、スリーパーゴッチ、寝て稼ぐというので見ていこうと思います。これ知ってる方もいるかもしれないですけど、毎朝ね、無料の NFT を稼ぐことができます。で、これを売ってね、稼ぐとか、そういうことができるプロジェクトになってます。これね、睡眠って皆さんやるじゃないですか。で、寝ている時間まで有効活用できるよ。あと、ここのスリーパーゴッチで稼げる NFT ですね。これは皆さんの睡眠の質とかにもよってくるんですね。まあ、なので今日は、まあ、実際にどんな感じで、NFT をね、もらうときに、その睡眠の質が影響してくるのか、そんなところをホワイトペーパーを噛み砕きながら見ていこうかなと思います。実際に今映っている画面がスリーパーゴッチをやるときのね、画面になっています。はい、これがね、今のスプランが実際にやってる時の画面ですね。まあ目標が12時ぐらいに寝て7時ぐらいに起きるよって感じなんですけど、ここにね、報酬とか、あとラックとか、総合力とか、そんなものがあったりして、ここの上にですね、じゃあ実際にどんな部屋で寝ているのかっていう装飾品があるんですね。まあ、なので、それについてもちょっと見ていって、まあ、実際に、じゃあ、このスリーパーゴッチで稼ぐための戦略とかはどうしていけばいいのかな、そんな話もできればなと思っています。その中で実際にこうやって、あなたの部屋っていうことで壁掛けとか、あとマットですね。そして、寝るベッドですね。こんな感じでスプラン、アンコモン、アンコモン、スーパーっていう、まあレアリティですね。レア度のものを用いているんですけど、それに関してもどのぐらいのね、レアのものを手に入れることができるのかとか、そんな話も含めてホワイトペーパー解説していこうと思いますので、皆さんがスリーパーゴッチやろうかなと思っている人、あるいは今やってる人も参考にされてください。はい。で、ホワイトペーパーなんですけど、ホワイトペーパーね、英語でしか出てないんですよ。で、これ日本語に訳して読むっていうのも一個いいんですけど、スプランは必ず英語原文で読むようにしています。で、原文を見ると、まあ、実際に、まあ、自分自身の知識できちんと読んでいるので、まあ、間違いはないというのが確信できているし、まあ、そうやって日本語に訳して発信するのもいいんだけど、まあ、スプランはちょっとあんまりやりたくないなっていうのをやっています。もちろん英語で読んでって解説するわけではないので、英語だけれども、あくまで日本語のね、解説をしていくので、そこのあたりを参考にされてください。はい、じゃあどんな感じっていうと、これね、大きく3つのセクションに分かれてるんですね。で、まずイントロダクションがあるんですけど、まあこれはさておいて、実際どんな人、まあどんなプレイの仕方ができるのかっていうすごく大雑把な話があった後に、アプリのメカニズムですね、実際にスリープして寝てね、稼ぐ時のトークンのシステムがどうなってるのか、そして NFT がどうなっているのか、そして2つ目にトークノミクスですよね。これトークンをじゃあ実際にどうやって稼いでいるかとか、システム的に、まあ、きちんとね、ポンジスキームになってないのかとかですね、その辺のお話があります。で、最後の方に、まあ、ソーシャルプレイ、実際に今はアルファのテスターですね、の人たちがやっています。で、スプランもありがたいことに選んでいただいてるんですけど、そういったアルファテスターはですね、どのような利益を得ることができるのか、そんな感じのお話についてもあるので見ていこうかなと思います。あとは気になるブロックチェーンですね、どこのチェーンをやるのってお話もあったんですけど、そんな話も見ていこうかなと思います。このホワイトペーパーとかはよくね、中身が変わったりするんですよ。なので、あくまでこれ7月24日に撮っているのかな、あくまでその時点の情報だということは押さえておいていただければなと思います。では早速行きましょう。で、イントロダクションなんですけど、これスリーパーゴッチは寝て稼ぐアプリですよっていうので、これ iPhone ですね、で使うことができます。で、今は Android の人は使えないよっていうところになってますね。で、ここで稼ぐのはシープと呼ばれるトークンになっています。で、あとは寝るごとにですね、毎日ですよ、毎朝一つの無料の NFT を得ることができますよってことです。で、特に、まあ、寝れた日は二つの NFT をゲットすることができるよって感じになっています。はい。で、下の方に行くとですね、まあ、iOS の Apple Health でできるよってことなんですけど、Apple Watch とか持ってる人いません？あと、まあ、他にも Whoop とか Fitbit ですね。これはよく聞きますね。とか、そんな感じの、まあ、デバイスを持ってる人ですね。まあ、さらに、まあ、効率よく稼げますよっていうようなことが書かれています。で、Android バージョンはっていうと、プランドですね。計画されているよってことなので、ここはまだね、リリースというわけではないです。はい。あくまで今はテストフライトっていうね、アプリのところで、まあ見れますよって感じで、まあ招待ね、されて、まあできるよってことになっています。それでよくね、プレイトゥーアーン、遊んで、プレイして稼ぐなんていう風に言われていますけど、これはもうそうじゃないと、このスリーパーゴッチは言い切ってますね。プレイ&オウンウェブ3ゲームって書いてますね。
ということで、まあ、純粋なプレイトゥーアーンゲームではないですよっていうところは、知っておきたいなということです。もうなんかこの時点で、なんか外れちゃった。もう、じゃあこれやらないっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、あくまでここは、まあ、実際にプレイして、まあ、所有する Web3 のゲームだよ。先ほど最初の画像で示したように、アンコモンとか、あとスーパーとかね、そういうレアリティが、あるので、レア度があるので、そこを楽しむというところも非常に美味しいんじゃないかなと思います。ただ、本当に1円も稼げないかというと、それは嘘になるので、そのあたりも解説していこうと思います。はい、ということで、で、アプリのメカニズムということで、スリープのリワード、報酬についてお話ししていこうと思います。先ほども言ったように、シープのトークンというものを得ることができるよっていうことになっています。あとは、同様に NFT のアイテムとキャラクターを得ることができるようになってますよ。っていうことになっています。キャラクターはね、多分まだ稼げないという感じだと思います。まあ、稼げるのかもしれないけど、スプランがちょっとひょっとしたら見逃してるかもしれません。アプリを触ってる感じだと NFT しか稼げないですね。はい、で、じゃあ実際にどういう NFT があるのかっていうものを見ていこうと思います。先ほどね、この画面を出して、じゃあ実際にスーパーとかアンコモンとかね、あとラックとかあるよってお話をしてきたと思うんですけど、いろいろなものがありますよっていうので、まずはタイプですね。タイプは、ベッドとか、あとナイトスタンド、テーブル、そしてカーペット、ポスター、あとウィンドウ、そして、まあ、すなわちファニシング、装飾物って書いてますね。がありますよってことになっています。ただ、今のところだと、ベッドとマットと、あとポスターですね。の3種類がもう出されているよって感じになっていると思います。そして、あとはモデルなんですけど、これね、いろいろあるんですよ。なんかベッドにも、なんかシングルとかダブルとか、キングとかクイーンとかね、いろいろあると思うんですけど、そのベッドのタイプも、ウノとかクラシック、キングサイズ、バンクベッドとかフローティングベッド、ウォーターベッドとかね、いろんなものがありますよって感じになってます。であとはパワーという、まあ、力ですね、があるんですけど、これはシープトークンというトークンを稼ぐために、まあ、使われてますよっていうことになってます。であとラックですね。この先ほど言ったカーペット、ポスター、ウィンドウとかね、こういったものは、それぞれが NFT になってます。で、この NFT のレア度ですね。ここに関わってくるのがラックになってますよ。運ですね。になってますよ。っていうので、これはちょっと後で詳しく解説します。そして、コンボですね。で、コンボは、ま、実際に、ま、NFT を得るんですけど、ま、そこに対して、ま、ちょっと追加でね、報酬があるよってことになっています。はい。そして、ラリティですね。レア度なんですけど、コモン、アンコモン、レア、スーパー、ミス、シークレットの6種類があるよってことになってます。ミスってね、神話っていう意味ですね。あと、シークレットはないでしょってことなんですけど、もう本当に多分、すごい、まあ、ラックですよね。運を積んだ NFT がゲットできるんだと思います。で、このあたりが、じゃあ実際にどうやってゲットできるのってお話もしていきます。で、そんな NFT の話なんですけど、NFT は今の6段階のレア度だけではなくて、実際にレベルアップすることができます。で、ここにね、Number of Level 1 NFTs Burned って書いてますね。で、レベルアップするごとに、これ NFT がバーンされていく仕組みになってます。で、バーンされる NFT の数は2のレベル引く1乗、引く1個ってなってますよってことなんですけど、これめっちゃわかりにくいですね、数式にすると。なんか高校の数学、数列みたいな感じだと思うんですけど、これね、下を見てみるとなんか結構シンプルでした。で、レベル1のアイテムの NFT、 これがまあ必ず毎朝ゲットできるよってことになってるんですけど、レベルを1個上げるごとにですね、前のレベル、これの NFT を2個バーンするってことになるんです。なので、レベル2の NFT を作るときには、レベル1の NFT を2個バーンして、レベル2のものが1個できるよ、みたいな感じになってるんですね。なので、レベル1の NFT 基準でいくと、これが2個で1個のものができてるよってことで、まあ、実質バーンされたのは 2-1 で1個だよ、みたいな感じですね。で、レベル3はっていうと、レベル2のものが2個必要ですよってことなので、レベル2の2個。すなわち、レベル1が2個のものが2個。なので、4-1 で3個がバーンされてるよ、みたいな感じですね。まあ、なので、レベル4にするためには、レベル3のものが2個って感じで、今度は 4×2-1 みたいな感じですね。で、7個が、まあ、実際にはバーンされてますよっていうので、こんな感じで売買ゲームになってますよって感じになってるんですね。はい、面白いですね。こんな感じのバーンの数になっています。はい。で、じゃあ実際に、この NFT のキャラクターなんですけど、これが、このアルファが終わった後ね、実際に、じゃあゲームが本格的にリリースになりますよって言った時の、キャラクターのプレゼントに当たるよってことになっています。で、これ1万体のね、ジェネレーション0というものが、まあ出てくるんですけど、それが、まあゲットできるよってことで、これがね、
今のアルファテスターでランク制になってるんですよ。で、スプランがさっき見たら1500位ぐらいになってたんですけど、まあその、まあ1万のジェネレーション0のキャラクターを分配しますよ、みたいな感じで、その分配に関しては最後にやったので見ていこうと思います。NFT はね、こんな感じですね。で、あとはトークンのところで、まあ実際にトークンを稼ぐ仕組みと NFT について見ていきます。はい。で、トークンを稼ぐ仕組みなんですけど、これはね、ロジックですね。論理が組まれています。で、これを The Eye って書いてますね。で、実際にどうやって稼ぐのかというと、トータルのリワードは、スリープデュレーションに、デルタビトゥーンアクチュアルアンドターゲットウェイクアップアンドベッドタイムって書いてますね。で、ここを掛け算したものですよってなってます。これ英語で見ると意味わかんないし、スリープデュレーションってまずなんだよって話なんですけど、これは睡眠の、まあ、間隔ですね。6時間寝てるとか、7時間寝てるとかそういうことです。で、それに対して、あとは実際アクチュアルと、あとターゲット、狙いのウェイクアップ、起床時間、そしてベッドタイムズですね。まあ寝てる時間ですよっていうのが、まあ掛け算になって、トータルのリワード、シープトークンが得られますよって感じになってます。じゃあ、このスリープデュレーションと、このなんかデルタビキュインなんたらなんたらみたいなのがどうなってるかってところです。はい。で、スリープデュレーションなんですけど、これは睡眠時間ですね。で、これはデュレーション、睡眠時間が長ければ長いほど、なんかより多く稼げるという仕組みになっています。ただ、デュレーションマルチプライヤーイコールミニマム、ログ4の、ターゲットデュレーション、あと 1.5 のうち小さい方ってことになってますね。ミニマムって書いてるからね。はい。で、これがグラフになるんですけど、横の軸、X 軸がターゲットデュレーションですね。何時間寝たか。で、縦軸がデュレーションマルチプライヤーですね。マルチプライヤーなので、これ係数です。これだけ倍数稼げますよみたいな感じですね。はい。で、これなんか8時間のところでなんかちょっと止まっちゃってる感じしますよね。で、これがログ4のターゲットデュレーションが8の時ですね。これじゃあターゲットデュレーションと 1.5 の小さい方なので、じゃあ 1.5 になる時間はというと、ログ4のターゲットデュレーションイコール 1.5 となるので、4の 1.5 乗ですよね。で、これは2の2乗の2分の3乗ってことになるので、8ってなるんですよ。なので、8時間で 1.5 になりますよってことで、8時間か8時間以上を寝ると、ここがマルチプライヤー 1.5 になりますよってことです。8時間も寝ないよっていう人がいると思うんですけど、そういう人はちょっとマルチプライヤーかかる係数は下がってきますよっていう感じです。はい、ここはね、わかりましたかね。まあ、よく寝たらそれだけたくさんもらえるよぐらいですね。はい。で、もう一個のじゃ掛け算になっているデルタリワードですね。デルタの報酬ってあるんですけど、まあ、先ほどの The Eye の式ですよね。論理に従ってあげると、これはじゃあ実際に、まあターゲットベッドタイム、実際に寝始める時間と、あと実際に起きる時間ですよね。これも当然ターゲット目標時間があるわけです。なので、それによって報酬がどう変わってくるのっていうことですね。はい。で、このね、表をよく見てみてください。縦が、まあ、ターゲットベッドタイム、目標とする寝る時間ですね。に対して、どれぐらいずれてましたかっていう時間ですね。プラスだったら長かった。マイナスの方が、まあ、遅かったですね。早かったって感じですね。で、横軸が、このウェイクアップタイム、起床時間ですね。起床時間が伸びたらどうなるか。で、あとは、マイナスだったら早かったらどうなるか、みたいな感じですね。で、これ、緑のところが、まあ、同じね、濃さだったら同じ数字というもので書かれている、まあ、ヒートマップと呼ばれるやつなんですけど、これね、横にビヨーンって緑のラインが伸びてるじゃないですか。ということは、これ見たら、ウェイクアップタイムは、非常にマイナスになってもプラスになってもそんなに値が下がってこないよってことになるんですよ。で、縦のこのターゲットベッドタイム、寝始める時間ですね。ここを非常に重要視しているというのがこの表が示していることです。まあもちろんベッドタイム、入る時間と起きる時間がぴったり合ってくる。ここだったらね、2.0 っていうので全部2倍になってるんですけど、ここがまあ縦の方ですね。ベッドタイム、寝始める時間がずれると、まあ、非常にすぐ下がってしまうよってことになってしまうわけです。ここは、これ上にね、理由書いてたんですけど、医学的にこれ寝始めの時間っていうのが非常に重要だっていうところが、まあなんか根拠としてあるらしいので、こういうね、設定をしているよっていう感じです。なんかこれね、アプリ自体がなんかハーバード大学から出てるんですよ。世界で有名なハーバード大学ですよ。なので、まあそういった学生がね、考えると、なんかこういうね、小難しいなんかお話でね、やったアプリを作ってるって感じになっているみたいです。はい、ということで、トークンはね、稼ぐというところに関しては分かっていただけたかなと思うんですけど、まあ、ボーナスとしてね、iOS のヘルスアプリとかを、まあ、入れていると、まあ、なんかね、ちょっとプラスがあるよ、みたいな感じのことが書かれています。どういうことかというと、この稼ぐ力、パワーが 1.5 倍になるよ、ってことになっているみたいです。
稼げるトークンの枚数が 1.5 倍ということだと思います。はい、で続けて多分ね皆さんが気になっているだろうアンコモンとかスーパーとかね、そういうレアリティのボックスをまあどうやって得ることができますかっていうことになっています。はい、でこれはレアリティのボックス、ナイトボックスですね。まあステップンとかで言うとシューズボックスみたいなものです。それを得るためにどういうことをしているのというと、まあ毎朝寝てアプリを開きましょうと、それでナイトボックスを稼げることができますよ。そしてコンプリーティングスリープストリークですね。これはまあ連続してね、毎日きちんと4時間以上だったかな、寝てあげると追加でね嬉しい報酬がもらえるよって感じになっています。はい、でナイトボックスがこんな感じで書かれているんですけど、これは NFT のラックですね。先ほどだとベッドとかマットとかあとポスターですよね。これの NFT のラック、運の数によってで、得られる NFT のレアリティが変わりますよってことになってます。NFT のラックはね、まあ、結構みんな最初0台なんですよ。で、1になると、まあ、結構どんどんレアリティの高いものが増えてきます。コモンが 90%、アンコモン 8%、レアが 1.2%、スーパーが 0.5%。マーケットプレイスをね、覗いてみると、0.5% のスーパーは売られてるんですけど、この 0.2% の人が出るミスとかね、あとシークレット、0.1% の人が出るシークレットとかは出てこないんですよ。なので、まあ、売られていないっていうことだと思います。今、テスターさんが1万人を超えているので、0.1% だったら、みんなが毎日やってるんだったら10人ぐらいね、ゲットしてるはずなんですよ。だけど、いないので、なんかどういうことなんだろうね。多分売ってないんだと思います。なんでかっていうと、このミスとかシークレットとかね、このランク、レアリティが上がっていくほど、このラックが上がるんですよ。そうするとね、よりレアリティの高い、この NFT をゲットできるよっていうね、仕組みができているからだと思います。あとは、コンプリーティングはスリープストリークって書いてますね。ここは4時間以上って書いてますね。少なくとも4時間毎日寝ましょうってことです。で、これは毎日4時間以上寝てるかっていうのがカウントされてどんどん積み重ねられていくんですね。で、これが1回でも4時間起きるような日があれば、その積み重ねの数がゼロにリセットされますよって感じになっています。で、その積み重ね回数がね、積み重なってくると、こんな感じでリワードが配られていくよって感じになっています。セプランが実際にこのスリーパゴッチのアプリをやってみて、思っているのは、このナイトボックスのリワード、これはこのストリークね、毎回ごとには多分落とされてないです。で、3日に1回レアとか落ちてこないし、7日連続でレアが2個も落ちたことはないですね。なんだけど、なんかいきなりスーパーのボックス出てきたことあるので、なんかここはちょっと今機能してないんじゃないかなと思うんですけど、ホワイトペーパーとしてはこういうことが書かれているっていう感じです。あとはナイトボックスが落とされた時に、そのナイトボックスにもレアリティがありますよってことになってんですよね。これはコモン、アンコモン、レア、スーパー、ミス、シークレットってあるんですけど、そのそれぞれのナイトボックスから落ちる NFT のレアリティの、まあ、確率がね、ここに書かれています。パーセントが書かれています。これを見ると下振れがないよっていうので、ステップンと全然違いますねっていうのがわかると思います。なので強きものはどんどん強くなっていくっていうのがこのアプリになっているっていうのが伺えるんじゃないかなと思います。はい、 NFT の仕組みは分かったところで、じゃあそうするとなんか NFT ってどんどん飽和していくよね、たくさん数増えていくので、結局なんか最終的にはなんか崩壊するよねっていうところが見え見えだねって思ってしまうんですけど、まあ、ここでインフレーションとデフレーションのダイナミクスというのをこのホワイトペーパーに書かれています。 NFT を稼げば稼ぐほど当然サプライ供給数が増えていくので、こうやってね、価格が崩壊に向かってきますね。なので、当然、バーンの仕組みを持ってくるというのは重要なんですよね。そこで出てきているのが、この表になります。で、どういうことを書いているかというと、ナイトボックスで今得たりとか、あと、ナイトボックスフォーチャレンジーズ。これ多分ね、今はまだ実装されていないんですけど、それが入ってくると NFT をゲットできるよってことです。で、ここまでの話から皆さんが分かっているのは、NFT バーンできる、レベルアップできるよっていう話でしたよね。なので、この NFT のアイテムを、こうマージですね、バーンして高いレベルアップのものを作りますよってことができます。あとはバーンローバリュー NFTs っていうことですね。まあ価値の低い NFT をバーンしますよってことにつながりますよって感じです。でもこれバーンして何を得るかというと、トークンを得るんですよ。トークンを得るとシープトークンが今度インフレになっちゃうわけですね。トークンと NFT 両方ともきちんとインフレーションデフレーションの仕組みを持っとくよっていうのが今回のスリーパゴッチになっているわけですね。まあ他のね、なんか NFT のプロジェクトでも、まあ大体両方仕組み持ってるんですけどね。こんな感じになっています。で、あとは報酬を、まあ
あこの人は寝て稼ぐというので、毎日シープトークンというものが配られるというお話しましたよね。そうやってユーザーが得たシープトークンはじゃあ実際にどうやってじゃあバーンしていくのかというと、これ今多分まだ実装されてないんですけど、ナイトボックスを開封するのにこのシープトークンが必要だよとか、この NFT のアイテムをレベルアップするのに必要だよ。あとはチャレンジズですね。これ NFT をより多くの数ゲットできるようなチャレンジですね。賭けみたいな感じです。をしましょうというのに使われたりとか、あとソーシャルクラブ、フリーズストリークス、あとブリードキャラクターズ、キャラクターをね、まあ増やすよっていうので、これはね多分本格的にアプリローンチする場合に使われるんだと思います。あとはクリーンアップメタルームですね。先ほどのこの NFT ベッドとか、マットとかを置いてる部屋をメタルームと呼ぶんですけど、そこのメタルーム寝室が汚くなっていくので、それをきれいにするよっていうので、このシープトークンを使うよってことになっているみたいです。はい。で、このインフレーションとデフレーションのまあダイナミクスを見たときに、ロングターム長期目線でのサステナビリティ持続性ですよね、がどうなるかっていうのをまあ書かれています。はい。で、このサステナビリティを表したのがこの表になっています。で、これは US ダラーズ、アメリカドルに対してこのシープトークンがどれぐらいの価値を持っていますかっていうのに応じて実際に価格を調節しますよってことが書かれているわけですね。 0.001 ドルですね。これ 0.1 円ですね。10銭かよりも低かった場合はどうするのってことですけど、トークンバランスアジャスターバリューをまあ減らしますよっていうことですね。トークンの価格が増えるような調整をしますよってことです。で、一方 0.001 ドルですね、10銭よりも高かった場合はトークンのバランスアジャスターバリューがインクリースするようにしますよってことですね。トークンの価値を下げるっていうことになりますね。こうすることによって、まあ、実際に、バランスを取ってますよっていうシステムを取りたいよって言ってることになります。なので、まあ、実際にこのプレイトゥーアーンなんですけど、プレイトゥーアーンにあんまり期待しないでねという感じですね。で、先ほどの The Eyes ですよね、のロジックにのっとると、ここの、まあ、稼げるシープトークンというのは、だいたい、まあ、10から20ぐらいになっています。まあ、なので、日本円にして1円から2円っていうことですよ。毎日1円から2円ぐらいが期待できますよっていうことになっているので、まあめっちゃ稼げるっていう感じではないよねっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。はい。そんなことがね分かると、まあじゃあ稼げないからやめるわっていう人も一定数おられると思うんですが、まあ、こうやってやっぱりレアリティがあると、やっぱスーパー欲しいよねとかシークレットが欲しいよねとか言うと思うんですよ。で、そんな感じでリーダーボードですね、これが、まあ、成績上位者がまあ掲げられる掲示板みたいなものですね。で、これをスリーパーゴッチの他のねユーザーに対して、あなたが何位ですかっていうのが分かるようになってますよってことになってます。あとは皆さん自身が何位ですかっていうのが他の人にも分かるようになっていますね。で、これがデイリー、ウィークリー、マンスリー、オールタイムということで、全ての時間でも出るようになってますよってことになります。今ねアプリを見る感じだとまだ実装はされてないかなという感じですね。はい。じゃあ実際に、じゃあアルファテスターやってる人、実際にトークンも稼げる価値がついてるわけでもないのに何をするのってことなんですけど、これ今 iOS の人ですね、iPhone を使ってる人が、まあ、テスターやってると思います。で、この人たちが1万ユーザーに限られてるところなんですけど、今ちょっと増えてるって話もありますよね。で、この中で成績上位者には本格的にアプリがローンチするときに、なんかプラスのものを得ることができるよってなってます。で、これがね、報酬で書かれています。はい。じゃあ実際に上位プレイヤーが何をもらえるのかってことですね。まずはトップ3に入った場合ですね。この人たちはすごいですよ。Design a custom oriented character in collaboration with Sleepwatch's artist って書いてます。Sleepwatch のアーティストとコラボレーションして、カスタムな、なのでオリジナルの、NFT のキャラクターを作ることができるよってことです。加えてトップ10位までもらえる人のものをもらえるよってことになってます。じゃあトップ10位までに入ると何がもらえるのっていうと、NFT のアイテムに名前を付けることができますよってことです。上位10人が名前を付けるよってことができるので、まあ、NFT がね、10個ぐらい命名権がありますよみたいな感じですね。加えてトップ10に入った人にはトップ100ユーザーですね、トップ100のユーザーのものももらえますよってことで、これですね、3つのオリジンキャラクターですね、キャラクター3つもらえますよっていうことになってます。そしてトップ500、トップ500に入ると2つのオリジナルキャラクターがもらえますし、そしてトップ1000に入ると1つのオリジナルキャラクターがもらえますよってことになってます。で、トップ2000に入ると1つのギャランティーホワイトリストスポットってことになりますね。なので最初はトップ2000人しかこの多分アプリができないという仕様にしようとしているんじゃないかなと思っています。スプランはギリギリ1500位ぐらいですので、引き続き頑張っていこうかなと思っています。
はい。で、気になるブロックチェーンですね。どのチェーン使うのって話なんですけど、これは is currently under consideration って書いてますね。今、目下考えているところですってところなので、これバイナンススマートチェーンなのか、ポリゴンなのか、ソラーナなのか、あるいはね、ちょっと考えているのは、プルーフオブステークですね、に移行した、このイーサリアムチェーンなのかね、ガス代が安くなっているところなのかっていうところは、まぁ、ちょっとね、考えているんじゃないかなと思ってるんですけど、ここはまだ分かってないよっていうのが、まぁ、今現在書かれていることになります。はい。で、最後に、チェンジログということで、これ変更のログ、記録がなされています。このスリーパーゴッチのホワイトペーパーに書かれているので、スプランの7月24日に撮っているこの動画を見てですね、そこから、まあ、どのような変化があるかっていうものは、まあ、ホワイトペーパーで追っていただければなと思います。そんな感じでね、これスリーパーゴッチやりたいという方いますよね。で、スプランが、今ね、アルファテスターの数が飽和しているんですけど、スリーパーゴッチのね、ホームページを見てみると、アルファテストに参加するというものがあるので、これをね、押してあげると、メールアドレスでウェイトリストへ登録することができますので、まあね、すでに3万1700人の人が入りたいよって言ってくれてるんですけど、まあ、まずは登録しておきましょうというところだと思います。まあね、順次抽選でね、案内してますよってことなので、まあ、本当かどうかわかんないけどね、登録して待ってあげましょう。まあ、ダメ元でやってみるといいんじゃないかなと思います。今現在やられている方はですね、ぜひスーパーとかね、ミスとかね、やっていきましょう。はい、ということで、スプランをですね、こうやって寝て稼ぐ、そして歩いて稼ぐ、そしてゲームで稼ぐということに関して発信している NFT ゲーマーです。NFT ゲームでね、これ、スプランはステップンで、まあ、資産をかなり増やしたんですけど、そうやって NFT ゲームでですね、稼ぐために必要な知識とか立ち回り方、ここが非常に重要だと思ってるんですよ。この二つしかむしろ重要じゃないです。どのプロジェクトを触るとか、そんなに関係ないと思っています。まあ、なので、その辺のノウハウとかもね、ぜひお話ししていければと思いますので、気になる方はですね、チャンネル登録していただいて待っていただければなと思います。今ちょうどチャンネル登録者数がね、2000人超えてきて2500人ぐらいになろうとしています。で、そんなところでスプランね、3000人ぐらいに行ったらギブアウェイ、ホワイトリスト配ってくださいとかね、いろんなこと言われているので、ちゃんとプロジェクトを見極めた上で、なんかお話していこうかなと思います。やっぱり皆さんの資産を守るっていうものは重要なんですけど、なんか変にこうホワイトリストを配ってしまったり、このプロジェクトいいよとかって言ってしまうと、なんかそれやっぱりなんかスプランを信じてこう実際にプロジェクトに入って、そして損をしてしまったみたいな人がいると思うんですよね。なので、そういった方がなるべくないように、でもスプランの思考とかできるだけちゃんと届けたいと思ってますので、気になる方はぜひ引き続き情報を追っていただければなと思います。そんな感じで、じゃあ本日の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。